今日も元気いってるぞ。朝山です。はい、ということで、少し前にクラウドファンディングですね、まあ、挑戦していまして、皆さんの、まあ、本当にご支援とですね、まあ、ご協力、まあ、応援のおかげがありまして、無事達成することができました。本当にありがとうございます。目標金額が25万円だったんですけど、まあ、それをまあ、上回ってですね、まあ、最終的には29万9千円のですね、ご支援をいただきまして、本当に何でしょうね、まあ、すごく、まあ、ありがたいし、まあ、嬉しいんですけど、まあ、やったよっしゃっていう感情よりは、いや本当にうーとなんかこうね、ジーンと、まあ、来るものがあるんですけど、まあ、1年半くらいですね、まあ、山梨密着ということで、まあ、YouTube に動画を投稿してきて、その中で応援してくださったり、まあ、期待してくれてる方がいるんだなと、まあ、今回のねプロジェクトを通してより実感することができました。本当にありがとうございました。それで今回ですね、その機材の方をアップデートさせていただきましたので、まあ、それはしっかりね報告しないと、まあ、いけないなと思うので、まあ、今回ですね、まあ、どういった機材を買ったのかですね、まあ、あとはそのちょっとね買った機材とかのもうちょっと使用感も試したいっていうのはあるので、まあ、そういったものを含めて、今回動画にしていきたいなと思います。そしたらまずは、まあ、もうカメラからいっちゃいましょう。じゃーん、今回カメラはですね、まあ、ソニーで買いました。もともとこう動画用のね、カメラはやっぱソニーがかなり良くて、うわめっちゃ嬉しい。マジですか、やばい。じゃあお見せします。今回僕が、買っていただいたのがこちらになります。よいしょ。こちらですね、ソニーの、ZV-1 という、コンパクトデジカメになります。このね箱を見ていただければ分かるんですけど、これね、あの Vlog のね撮影に結構適してる、カメラになってて、これまさにね、こう YouTube をやってる人向けに絶対作られてるなと、まあ、そういったカメラになります。めっちゃ嬉しい。俺めっちゃ嬉しいんだけど、マジですか。その他にあの、まあモニターをね保護するフィルムとバッテリーの、まあ、充電するやつと、1個、追加で買いました。早速開けさせていただきます。やば、中身はこんな感じになってます。で今回僕はこの本体と、このハンドグリップのセットのやつを買って、でこの、ハンドグリップが結構優秀なやつなんで、これもやっぱり欲しくて今回このカメラを、選んだ形になります。ハンドグリップであの録画ボタンを押せたりとか、このズームとかワイドとかですね、あとはこの、あの足広げて三脚みたいな形で使えるので、これもすごくいい。でまた付属でね、あのバッテリー、まあ、バッテリーはね絶対動画を撮る人は何個か持っといた方がいいので、バッテリーもあの追加というかね、まあ、本体にも入ってるんですけど追加でも買ったっていう形で見えました。こちらでございます。これですね、これです。まあサイズ的にはねすごい大きいわけじゃないんですけど、このカメラがもうめちゃめちゃ優秀なんですよ。で本当に動画を撮るために作られてると言ってもいいくらいの本当にコンパクトデジカメ、コンデジになります。さあ行きましょう。もういやこちらでございます。うわやべえ、めっちゃすげえ。サイズ的にはあの本当に手のひらサイズ、手のひらで収まる感じなんで、やっぱり僕外とかでも撮ったりするんで、やっぱこう片手でねあの持てるやつがいいなっていうところで、まあ、それも理由があってこれを選びました。あとこのカメラのいいとこがバリアングルモニターになってて、この後ろのねモニターがですねこうやって広げるとこういう風になるんですよ。こう回転ができる。なんで撮ってもらうときはこのままでもいいんですけど、こうね自撮りをするときはこうやってモニターを広げてこういうふうな形で
取れるんで、もうめちゃめちゃ最高っす。着くかな。よいしょ。着きました。ちょっと時刻設定させていただきます。おー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 。ウィーンって出てきた。うわーやべえ。めっちゃすげえ。もう設定とか全然わかんないんだけど、こんな感じっすね。やっぱね、このボタン類、この上の部分抜いてもらえば分かるんですけど、ボタン類がかなり大きいんで、この録画ボタン、あとこのワンタッチで、あの背景をぼかすかぼかさないかっていう設定ができたりとかするんで、このカメラめちゃめちゃいいんですよ本当に。まあ撮った映像とかはちょっと後ほどあの皆さんにお見せしたいなと思いますという感じです。今回買わせていただいたカメラはこれを買わせていただきました。よいしょ。これもめちゃめちゃすごくて、こんな感じでここにあの録画をするボタンで、ここワイドズームをやるボタンで、あとは写真を撮るか、写真を撮るためのボタンがあったりして、でこれをこいつにくっつけてこんな感じでで撮ると、これめっちゃいいわ、めちゃめちゃいい。でこの角度のね調整も、あこれしっかりしてるわマジですげえな。ここも回るんだ、わすげえ。またここのね足を広げればこう自立させて撮ることもできると、これめっちゃやばい。普段こうあんまねあの機材をレビューすることはないので慣れない部分はあるんですけど、いろいろねこう調べてやっぱベストなね機材を欲しいなということでね、今回これをね買わせていただきました。みんな大好きアマゾンです。これもね購入にあたっては、めちゃめちゃ調べました。よいしょ。わーお。よいしょ。これなんですけど、メインはこっちなんで先にメインを開けさせていただくんですけど、先に言いますと私、ジンバルですね、スタビライザーですね、それも買いました。で今回わーお、やば、こちらを買いました。よいしょ。そしてジンユンさんでいいのかな、ジンユンさんのクレーン M2 ってやつですかね、これを買いました。こちらのジンバルですね、ここを見ていただければ分かるんですけど、僕が買ったようなこのコンパクトなカメラ、あとは、GoPro も使えますし、スマホも使えるということなので幅広く活用できると。やっぱ僕はこうコンパクトにねこう撮影する機材の方が多いので、そういうのも考えて今回このジュンさんのね、クレーム2を買いました。やっべえ。いやもう本当に世界一の機材です、もう僕にとっては。よし、中身取り出すとこんな感じで入ってます。素材感としてはちょっと発泡スチロールっぽいんですけど、かなり丈夫な感じで持ち運びとかもすごいしやすそうな入れ物になってます。で中開けるとすげえ、こいつですよ、こいつが、わーすげえ、これですね、こいつがすごいんですよ。こんな感じで3つの軸、この辺もねちょっとしっかり設定して試し撮りしていきたいなと思います。であとはアンカーですね、モバイルバッテリーですね、 ZV-1 なんですけど、やっぱりねすごい長時間撮影ができるわけではないので、そういった時用にこのモバイルバッテリーを直接挿したまま撮影すれば長時間撮影もできるので、このモバイルバッテリーを買ったんですけど、今回このアンカーの見てください、赤色を買いました。赤い水星のシャアでございます。かっこよ、かっこよ、めっちゃかっこよ。今回これをね、買いました、アンカーのですね、赤めっちゃかっこいいな。といった形で ZV-1 のね、カメラをこのより
強化するためのちょっと機材もね、合わせてね購入させていただきました。じゃあちょっとね、あの設定とかを覚えて撮った映像をね少しお見せしたいなと思います。はい、ということで本日、ラジオに出るんですけど、新しいカメラのねちょっと試し撮りを、前回ねこの FM コーさんに、出たラジオの様子をお届けしたので、その映像とちょっとね比較してもらえたらなということで、試し撮りをしていきたいんですけども、現在ね、こちらは通常モードで、撮影しているんですけども、チャンネルをね切り替えるボタンがあるんですよ。でこちらを押しますと、こういった感じでちょっと背景がねボケたかと思うんですけど、こういうようなあの映像もね今後撮れますと。で逆にまたもう一度ねボタンを押しますと、今度はねくっきり背景もねこう映すということで、後ろもね含めた映像を届けたいときはこれで、逆に僕にねフォーカスしてほしいときはこっちのねモードにすることで、ちょっとこうやって近づけば背景がねいい感じでボケて、また今までと違った映像になるのかなと思っております。あの YouTube の中ではすごくこう明るくって軽快でノリのいいっていう感じなんですけれど、今日ぜひ登録お願いします。生放送に潜入、 FM 甲府のラジオに出演、特別にその様子をお見せいたしますというタイトルでアップされてます。まあ、FM 甲府さんやっぱこうオンタイムで行かなきゃいけないところを、はい、まあ、僕の回はこの動画を見れば、うん、まあ、全部ではないですけど、まあ、結構長い範囲で前回のね面白いトーク聞けるので、ぜひその辺も含めて聞いていただきたいなと思います。はい、演奏しながらこの辺りのねあのちょっと真面目さが分かっていただけたかなと思うんですけど、本番中と本番じゃないところのオンオフのこのギャップ、ですね、2件目は逆に YouTube ではなくて Instagram も動画上げれるですよ、うん、だから逆にそっち側に上げることによって、うん、YouTubeだけじゃなくてインスタグラムっていう部分でもアプローチができるので、はい、ちょっとそっち側にアップしようかなと。素晴らしい、インスタでもぜひフォローお願いします。でチェックしていただきたいと思います、はい、なかなか、まあ、外出とかもねできないと思うので、ぜひ僕の動画を見て山梨を感じていただけたらと思います。これからも朝日丸をよろしくお願いします。そしてコロナが一段落、一段落した時にはあの映像で見てた、 YouTube で見てたあのお店だから、多分前回ちょっと低いなと思ったから、多分あの前回のこのキスさんを真似て、俺結構今日ジェスチャー多めですからねどんな動きがあるのかっていうのもねぜひ映像の方でお楽しみいただきたいと思います、はい、さて前回、はい、ということでですね、また岸のり子さんの今時ジャムの、ラジオの様子を使ってですね、この新しいカメラの、性能というかをね見ていただきました。やっぱりねこうやって片手で持ってね撮影できるっていう点は非常に優れているし、さっきみたいな形で定点カメラとしても非常に使えます。でこうやってワンタッチを押すだけで、自分にフォーカスを寄せて背景はねぼかせるっていうすごいカメラになっております。まあ、広角の部分でいうとやっぱ GoPro の方がね優れてはいるんですけど、まあ、さっきみたいなね室内での定点の撮影だったり、普通にねカメラマンに撮ってもらう分にはこのカメラね非常にもう最適ですので、このカメラを持ってですね山梨県内をぐるっと、もうぐるっとね回っていきたいなと思いますので、これからもですね朝日丸をよろしくお願いします。アリが登ってきたな。でねこれね非常にすごいのが、これ僕サングラスはかけてるんですけど、このね画面の僕のサングラスのとこ見てもらえば分かるんですけど、これ瞳センサーって言って人間の瞳を感知してそれを追いかけるっていう、そういう設定になってるんですよ。だから人の顔にフォーカスしたまま動かしてくれる、非常に優れてます。またですねこのフォーカス性能も非常に優れていて、僕がこうやってパッと手出すじゃないですか、そうするともう手にピントが合うんですよ。で逆にパッと離すとまた僕に映してくれるっていうね、非常に優秀なカメラです。ちょっとね雷ゴロゴロなので、やべえ光ったちょっと待って、俺マジでチャリンコなんだけど、これやばい、ちょっと待ってくれ、そんなはずじゃないちょっと待って、急いで帰ります。僕はそれか、もしやばそうだったらちょっとどっかのカフェに避難しようということでね、ちょっと新しく買ったね、ZV-1 の、カメラ性能もね
簡単にお見せいたしました。まあ、せっかくなんでね、最後は背景をぼかして、外の映像は終わりたいなと思います。はい、ということでね、こちらの ZV-1 の映像を少し見ていただきました。試し撮りの時はですね、まあ、本当に早く撮りたすぎて細かい設定とかせずに、まあ、完全にお任せモードで撮ってしまったんですけど、撮影してからね、少し日が空きまして、シーンに合わせて、まあ、例えば室内だったりとか、まあ、外に合わせてこう明るさを調整したりとか、まあ、そういった設定の方も少しずつ覚えてきましたので、今後はですね、まあ、そういう設定もしっかりして動画撮っていきたいなと思います。ジンバルをね、使っての映像につきましては、他のね、方の映像を作るときにはもちろんそれ使えますし、まあ、あとはね、個人的に撮ったものを、まあ、インスタグラムとかね、まあ、そういったところにあげようかなとも思ってるので、もちろん YouTube のチャンネル登録もなんですけども、合わせてですね、まあ、特にインスタグラムですかね、フォローをぜひよろしくお願いします。で、あとですね、最近 Facebook も、始めましたので、そちらもぜひね、フォローしていただきたいなと思います。今回ですね、クラウドファンディングで、購入させていただいた、機材を紹介したんですけど、なんとですね、この今回の動画が山梨密着 YouTuber 朝日丸としての100本目の動画になります。いやー、100本いきましたね。まあ、理想を言ってしまうとね、まあ、毎日投稿できるのがベストなんですけど、まあ、1年半ちょっとかかってしまいましたけども、まあ、ようやく100本到達することができました。100本、まあ、こうやって動画を積み重ねてくると、最初の頃の動画と最近の動画ではですね、まあ、テイストも違ってきたり、まあ、よりね、こう山梨密着 YouTuber 朝日丸としての、まあ、キャラクターっていう部分もですね、まあ、固まってきたのかなと、まあ、そういった中で、まあ、登録者も本当にコツコツといった形なんですけども、まあ、増えてきてですね、とりあえずの通過点である、まあ、1000人も、まあ、少しずつ、まあ、見えてきたのかなというところで、なんとか投稿本数100本という、まあ、区切りもね、迎えることができました。ただまだまだどんどん作りますから、次の、まあ、200本だったりとか、あとは500本、まあ、1000本なんかね、いっちゃってもいいかなと思いますので、これからもね、バンバン動画作っていきますので、こう新しい機材とともにですね、山梨をもっともっと、巻き込んで楽しんでいければいいかなと思います。やっぱり僕はこう山梨をね、テーマに動画を撮っているので、こういった機材紹介するのは、まあ、通常であれば、まあ、違うかなっていうところにはなるんですけど、やはりですね、まあ、クラウドファンディングという形でご支援いただいたものですね、それはしっかり報告しなければいけない、それがこの100本目の動画にできたっていうのは個人的にもすごい嬉しいですし、なんか持ってるなと、そう思っております。ということでですね、特にご支援してくださった方ですね、あとは応援してくださった方だったり、期待だったり、思いをね、乗せてくださってる方のためにも、僕はまだまだ止まるつもりはございませんので、これからも、まあ、自分のね、キャラクターを生かして地元山梨県を、まあ、盛り上げていきたいというかね、まずはね、まあ、自分が楽しむことだと思うので、まあ、自分がね、一番楽しみながら、もっともっと周りをね、巻き込んでいきたいなと思っております。次回からの動画もぜひよろしくお願いします。ということで、今回の動画はこれで以上になります。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。先ほども言いましたけども、まあ、インスタグラムだったり、あとはね、ツイッターとかの SNS もやってますので、合わせてですね、動画の概要欄にリンクございますので、チェックとフォローをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。朝日丸でした。